かわいい何このかわいい生き物トモロン。この愛らしさを手元に残しておきたい。そうだ、携帯のカメラで。もし男を入れて矢神が取られちゃったら遠山くん耐えられるの？私の話はいいんですよ。二人の相性も良かったしね。いいチームだったよ。でもいつまでも同じ関係が続くとは限らないわ。こうちゃん、もし誰かと結婚したくなったら正直に言ってね。それは仕方のないことだから。はあ、やっぱり男性厳禁って話。うまる、早く起きろ、学校だぞ。うまる、まだ眠い。仕方ないな。じゃあ、車で寝てろ。学校近くなったら起こして。やだ、エリカっても激しいの。ゆずりは誤解、誤解じゃん。ほら、妹と離れ離れで寂しいとか言っとったじゃろ。今日はエリザですか。いつも飽きないですね。でも、悪くない。これでハフリの器を買いたい。もちろんだ。そうか。はっ、いやー、不慮の事故で欠員が出てしまいましたので、メンバー交代でいいですよね。おっと、出番か。俺も行けるか。